モーラナイフっていうのを買ったんですけれども、梱包がとっても綺麗で、かっこいいナイフだったので動画を撮影しています。ここに、メイドインスウェーデンって書いてありますね。それで刃がステンレススチールですね。それでグリップがフリクショングリップって書いてあるんですけれども、これ樹脂製のグリップなんで、水や汚れにも、濡れ、湿気、濡れた時にや、汚れにも強いということですね。で、刃渡りが、指でわかるかな？結構あるんで、思ったより大きいナイフでしたね。104mm って書いてありますね、刃渡りが。このナイフは、どんな天候や状況でも信頼できる相棒です。若い方向けの入門用としても、経験豊富なアウトドアファンの方向けとしてもしっかりと機能するものになっていますと。 2.5 ミリ厚のブレード、それからスウェディッシュステンレススティール、ステンレス鋼ですね、はい、とスカンディグラインドプロファイル、刃の断面形状ですね。この3点がこのナイフをシャープに保ちますという内容らしいです。パッケージに、このように各部の説明が ABCD に分かれて書いてありまして、 A が、フリクショングリップ、 B が、フィンガーガード、 C がスウェディッシュステンレススティール、E がどれだろう、あ、E ここですね。この引っ掛ける部分かな、ベルトに。が、ベルトクリップウィズボタンシステム。パッケージがですね、なんか、このプラスチックのケースを囲むように、紙製の、パッケージがですね、なんか店に置いてあったら買いたくなるようなですね、とってもいいパッケージングになってます。それでは開封していきましょう。はい、来ました。いや、立派なナイフですね。価格が、2000円ちょっとで、とても安価な部類のナイフやなと思ったんですけれども、生産国が生産国だけあって、抜かりないですね。エントリーモデルでも、はい、見た目はかっこいいです。で、フリクショングリップと書いてある通り、このグリップ部分がですね、結構しっくりと、もうガチッとグリップしますね、このゴムが。鞘もちゃんとついているので、はい、鞘にカチッと収まって抜けにくくなってます。ベルトのに通すクリップもついてるんで便利そうですね。と、買った理由は、キャンプでの使用と、あと果物ナイフです。果物をカットするのに使いたいなと思ってるのと、あと今から撮影するんですけれども、コストコで、毎週チキンの丸焼きを買うんですけれども、それをカットするのにいいナイフが欲しいなと思ってたんで、はい、こちらを試してみます。このコストコのチキンの丸焼きなんですけれども、足の部分が紐で縛ってあるんですよね。で、それを毎回ハサミを取り出して、そのハサミでその縛ってある紐をカットしてから、切れ味の悪いテーブルナイフで押し切るような形で切り分けてたんですけれども、このモーラナイフは紐もですね、チキンの股関節部分 の軟骨もですね、触れるだけでスパッと切れるような形でですね、はい、とっても使いやすいナイフでしたね。はい、今回新しく購入したモーラナイフなんですけれども、ステンレス製の刃で錆びにくいということで大変よろしいと思います。今までは、100均で購入した
安価な折りたたみナイフを使用していて、で切れ味なんていうのはほぼないという状態だったんですけれども、こちらのモーラナイフはですね、まあ、割と本格的な切れ味、まあ、サイズを持っているということで、まあ、取り扱いに気をつけさえすれば、素晴らしい道具なんじゃないかなと思いました。